聞こえる？あ、はいはい。ネタから今放送中な、放送中なんだけどさ。あ、オッケーオッケー。今視聴者のみんな。コメントとか見れない。あ、オッケーオッケー。いやなんか、いろいろ、今日聞いてきたんだよ俺。うん。でなんかその、それは全然知らなかったの。で、それまではだから、その、初めに言った通りだって、寺に書いてある内容しか俺伝えてないもん。いやでもなんか聞いてきたら、ちゃんと伝えましたって言われたんだけど俺。初めに言った通りだって。え、でも、そう、俺がだから、じゃあ、お前じゃなくて、社長が嘘ついてるってこと？だ俺、純ちゃんに言ったが、俺、言ったじゃん、最初に。うん。あの、リポーターやってもらうって。それが MC って伝わってたとしても、じゃあ、まあいいや、MC やってもらうって伝えてたとするじゃん。いや、するじゃんじゃなくて、それも俺、俺とお前とさ、3人でさ、話し合った時あったじゃん。うん、あった、あの、居酒屋ででしょ。その時に、その人も、いや、高田さんは言ってましたって言ってたよ。え？高田さんはそのメインに2人でその会場に2人でって言ったじゃん。いやでも言ってその時、うん、回ってもらうって言ったじゃん。回ってもらうっていうかその来た人たちにちょっとインタビューとかするかもしれないよって言ってたじゃん。そう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 。いやだからお前はそれ知ってるわけじゃん。そうやってじゃあ嘘を言わないでほしいんだよね。本音で嘘言ってないって。じゃあいつ知ったのお前は。なんでじゃあリポーターは知ってたの。リポーターって言ったじゃん最初に。だから回ってもらうって言ったでしょ最初に。え、でもいやてかもう名前出してもこもお前はそうやって言ってたって言ってたよ。え、ちょっと待って。で、いつお前は聞かされてたのそうやって。会社の社長はお前に言ったって言ってたよ。違う、だから最初に言った通りだって。俺だからそのまんまじゃん今純ちゃんが言った通りだって。だからメインのリポーターになってみんなに話聞いてもらうって。だからそれを伝え、純ちゃんにそのまま伝えてたじゃん。え、まあ、それは置いといて、じゃあその話は会社から降りてきたってことだよね。そう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 。え、じゃあもっと前から知ってんじゃん。なんで嘘ついたのじゃあ。え、どういうこと？だって、もこう先生がなんて。ちげえよ。その時点でお前知ってたのに、なんで LINE を送る2日前に知ったって言ったの。その時点で聞いてんじゃん。だから詳細の内容送ったじゃん。それよりだいぶ、お前それよりだいぶ前だから、あったの。違う違う、2日前にね。その詳細の内容は俺そこまでは知らなかったよ、本当に。え、でも、じゃあ社長が嘘ついてるってことだね。お前も被害者ってことだね。え、だから、それ本当にそのまんまだよ。え、だから、違う。初めに言う。え、だから社長が嘘ついてるってことだな。嘘ついてるかどうか知んないけど、俺、だからその、どういう。じゃあ、だから嘘つかないでほしいの、本当に。本音で言って、もう。嘘ついてねえから、本当に。え、違う、だからいいよ。あのさ、あの、はいか家だけで答えて、今は。あ、わかったよ。え、でも、向こうも俺も高田はそう言ってなかったって言ってんだよ。で、何が何かじゃなくて、お前がそうやって、どの内容に対してよ。で、もこう先生と加藤純一がメイン MC で、来た人に回ってくるよって話をしてたのね、高田は。その時点でお前は知らなかったってことだよね、じゃあ。その、今の、話になってるって知らなかったってことでしょ。で、今の内容知らないよ。今っていうか、その、二日前、要は、純ちゃんに何伝える二日前の状態知らないよ、そこで。メイン MC って高田は言ってたわけじゃん、そうやって。で、で俺は、いや俺はってか俺とモコはそうやって聞いてんのね。ああ。いや聞いてんの？お前言ってんの？はい。いや、ね、そんなはいじゃなくてお前そうやって言ってんの？だ俺り。ああ。じゃあ俺とモコが嘘ついてるってこと？いやだから。いやだからさお前さいいよ、なんかごちゃごちゃにしてちょっと話をめんどくさくしないでほしいんだけど。その。めんどくさくしてねえよ。いやしてるよ。で。で、そう、お前は、じゃあ要はその企業からお前はちゃんと聞かされてなかったってことだよね。2日前まで聞かされてなかったってことだよね。だからその時に伝えた内容がそれだよ。もう全部その時に聞かされた内容伝えてるよ。え、じゃあ会社の社長が嘘ついてるってことだよね。私は高田さんに内容詳細はしっかり伝えましたって言われたもん、俺今日。会ってきたんだよ。え、でもじゃあ社長の言い分と食い違ってるよ、お前は。どっちかが嘘ついてるよ、俺に。で、それ本当に真実だから信じてもらうしかねえよ。じゃあお前は嘘ついてないってことね。そう、これ本当にマジだから。え、じゃあ分かった。じゃあそれでいいよ。じゃあこれそれでいいよっていうかさ、本当にさ、で社長が嘘ついてるってことじゃん。私は高田健一さんに、え、もう内容も全部言っちゃっていいでしょ。もう俺別に出れなくなってもいいから今後。内容っていうのは全部だよ。なんかオブラートに包んでるとさ、うまいこと喋れないから。な、俺も伝え方が悪かったよ。いや、俺も伝え方が悪かったよって。なんで、だって、おかしいじゃん、そんなの。
なんで？そんなのさ、いや、みんなの言い分言っていい？うん。高田さんが、うん。その自分にとって都合のいい嘘ついてて、うん。ってなるよ。それだってさ、純ちゃん側の言い分だけ聞いたらそうなるよ。純ちゃん側ってか、お前の大元の会社の社長に聞いてんだけど。あ、そういうこと？お前の大元の。あ、それは、そう、ちゃ、それ、え、今来たってこと？今来たっていうか、その、俺今日話し合ってきたんだけど、俺側は誰一人いないよ。あ、じゃあ、で、社長が出るって言うからさ、ちょっと、お3人で話そうよ。これ、LINE の通話ってどうやって、あれすんの？高田です。飯田です。っていう3人が、まあ、いるわけよ、ここに。はいはいはい。飯田はなんて高田に言ったの？いや、ドワゴさんに聞いていまーすって。って言ったじゃん。で、その詳細はいつ高田に伝えたの？詳細はその時に伝えてますね。企画書と一緒に伝えてます。その、違うよっていうのは伝えてるんでしょ？うん。なんで高田そこで嘘つくの？違うよっていうのは？いや、俺嘘ついてねえよ。だからさっき。じゃあ飯田さんが嘘ついてるってことだよ。嘘ついてないですよ。いや、というか、僕は全然間違った伝え方をしていなくて。なんて言ったら高田さんも。うん。加藤さんに間違ったことは伝えてないってことですよね。伝えたじゃないですか。その要は放送で加藤に伝えた通りに、おい飯田さんにも LINE 送ったじゃないですか。あ、1日でしょ ?1 日でしょ ?1 日。こういうふうに伝えてますって。で、飯田さんは高田に何て伝えたか言って軽く。その、伏せなきゃいけないところは伏せていいから。まあ、レポーターとして、うん。まず3月1日に、うん、まあ、レポーターの、まあ、てか、あんまりね、これ言えないですけど、まあ、町会議の、まあ、レポーターの仕事、うん、まあ、もう発表されたんですけど、うん、まあ、もう小先生がやるやつですわ。そう、まあ、うん。超ユーザー記者。うん。まあ、そこで、まあ、どっか回って、好きなところ、うん、回ってやれるっていう仕事なようなんですね。それを高田に伝えたってことだよね。まあ、それで、高田さんが、まあ、町野球の方、うん。そう、ブースが分かるんですかね。うん。なんで高田はさ、みたいなことを、うん、ごめんね、聞こう。うん。はい、最後までいいですか、うん、ごめんなさい、はい。で、言われて、うん。どうですかねって言って、まぁ、ちょっとドワゴさんに聞いていますね、みたいな話をしたんです。はい。うん。で、そのまま伝えた。うん。だから、そのまま伝えてねえじゃん、お前、向こうも聞いてんだって。なんで嘘つくんだよ。リポーターするって言ってんじゃん、俺。なんで嘘つくんだよ、向こうも、じゃあ俺も嘘ついてんの？ちょっと最後までいいですか？うん。うん。それは高田さん、間違いないですよね？俺、間違いないですし、その時、俺、押したのは、加藤だけだったじゃないですか。俺、モコの名前出してないじゃないですか。うん。うん。そう、それで、3月2日に、次の日。うん。に、一回、加藤さん、ちょっと、厳しいです、みたいな話されたんです。うん。それ全部言って、うん。いきなり食い込むのは。うん。で、まあ、それは、まあ、あって、でも、ちょっと、まあ、高田さんも、なんとかなんないですかねみたいな話はしてたんです。なんで今俺が厳しい視聴者でそんな情報をさ、あれすんの？お前ごめんごめん。うん。それで、うん、まあ後日、うん、次の日ぐらいかな、うん、に、なんとかならないですかねっていう、まあ高田さんの熱もあったんで、まあドワゴさんに伝えたんです。だからそのユーザー記者でってことでしょ？そうですそうです。もちろんもちろん。それは高田知ってたんだよね？俺ユーザー記者ってちゃんと聞いてないですよ。企画書がまずユーザー記者でしたし、だから高田が、じゃ本当のこと言ってほしいんだよな。ユーザー記者って言いましたよ。なんで嘘つくの？いやだから俺最初にリポーターで回ってもらうって聞いたじゃないですか。俺はい、それをそのまま本当に単純にそのまんま加藤に伝えてますから。いやだからそれが嘘なんだって。俺もこうも俺も聞いてないんだってそうやって。だから3人で会った時にお前は確かに言ったんだってそうやって。勘違いじゃなくて意図的に変えられてんじゃんそこは。いや俺変えてないから本当に。じゃあなんで3人の意見が合ってるのにお前だけ違うの？じゃあ俺本当に変えてない。じゃあこれ本当に。まあ、僕はまあ今のとこ、両者の意見聞いて分かんないですけど、うん、僕事実最後まで言っていいですか？はい、ごめんなさい、言って。うん。あ、じゃあ全部お願いしますよ。はい、で、まあ企画書、まあ3月1日の時点で見せたんです。うん。で、まあそういった経緯もあって、ちょっと厳しいです、みたいな、こんなことあって、なんなら3月の5かな ?5 ぐらいに、なんとか、まあ、もこ先生と一緒だったらっていう形で OK もらった。もこのバーカじゃねえか、俺。まあ、それはちょっとネタにしますけど、はい。ね、その時点で高田は言う。それはじゃあその時点で
いや、じゃあ、高田、しゃべんないで、俺の質問だけ聞いて、高田、俺の質問だけ答えて。分かった分かった、俺も話してんだけど。いい、俺の質問だけ答えて。で、その時点、3月の9日の時点で、高田はユーザー記者だって知らなかったってことだよね。だからその時に知ってたことを全部話すと。じゃあ、イエスかノーかで答えて、知らなかったんだよね。だって、ユーザー記者をやるもんだと思ってなかった、俺、本当に。お二人にお伝えしたいんだけど、あのね、その俺放送でも話したんだけど、その件に関して別に俺高田に怒ってないって言ったじゃん。ただそれはちょっと聞きたかっただけで、その件に関して別に怒ってなかったの。伊田さんにも言ったじゃん、その件しょうがないよって。高田にも言ったじゃん、あの、まあ勘違いだったのかなと思って。むしろ自分が悪いみたいなこと言っていただいて。いや、その放送でも言ったじゃん、放送でもそうやって言ったでしょ。俺それで、いや、悲しんでたと。俺、飯田さんから聞いたことも言うけど、俺、別に構う気ないから、全然ね。なんかその、お前から来た内容がちょっと脚色入ってるって言われたから、なんだ、嘘じゃんって思って、俺は。意図的にやってんじゃん、こいつと思っちゃったの。それは別に変えてないの？その、テクサから来た内容をそのまま俺に伝えてきたの？いや、俺、どうなの？飯田さん、結構してるんすか？いや、だって MC とか、ずっと、脚色だと思うじゃないですか。ああ、そういうことかね。じゃあ、読むよ。高田から来たら読むよ。3月24日にイベントの告知放送を加藤健チャンネルでやってほしいらしい。あと、町会議に関しては、町野球ブースに行くのは NG です。公表 NG ですって。ああ。それは、そうなの？あ、皆さん、僕ですか？うん。皆さんに送った LINE と全く同じですよ、多分。告知してるんで。それ、はい、その、はい、じゃ、高田、俺に言いまして。その、あと、町会議に関しては、町会議ブース、町野球ブースに行くのは公表 NG ですって言われちゃったから、そんなの全然意味ねえじゃんと俺は思ったの。難しい。公表 NG ですって言わ、とは伝えてないです。公表はあんま良くないですね。なんつったのか。さっき言った通りですよ、うん、僕が伝えたのは。なんか言ってる感じです。うん、だから、野球の人じゃないんです、加藤さんは。そうだね、それが、小、うん、野球でっていうのは、公表しない方がいいんじゃないですか、公表しちゃダメですよって、うん、怒られるんで、でそれで、まあ、だって MC じゃないですもん、絶対って思いましたけど、それはね、うん、じゃあ、その町会議に、あ、その、公表 NG というよりは、別にそこを目的としていくわけじゃないよってことだよね。そこを目的としてっていうのは、町会議、町野球にこれ絶対後で番組に怒られるでしょ、お前怒られますよ、本当に。明日打つからと。俺は別にもうやっと町会議の仕事来たと思ったわ俺はだって、俺本当にだって何も、俺は何も知らない状態でこういうふうになってるから分かんねえんだ、お前らなんかさ、あれすんだもん、なんかもうさ、その件はじゃあ俺の勘違いだったんだよね。高田がそういうふうにやってなかったってことなんでしょ。別に嘘偽りなく、嘘偽りなく、ただお前が勘違いしてたのを俺が勘ぐっちゃったってことでしょ。そのどこの部分か、まあ、それは僕も勘ぐっちゃうっていうか、事実だけそうしたらそうなのかなと思って、今日高田さんに確認したじゃないですか。うん、確認しました。そうなんですか、みたいな。そうなんですか、みたいな。俺に示させてもう、あ、わかりました。そうですね。でだから、はい、それで俺が勘違いしちゃって、高田を悪者にしちゃったのは俺が悪いよね。ごめんなさい。っていう、こういう、俺はね、でもこういう話し合いを裏でしたかったのね。で放送に本当に載せないでほしいの。で昨日だってさ、その黒船チャンネルって言ってたじゃん、ガチャガチャ。あれ、全部聞いてるんですよ、あれ。まあまあ、はい。だこういうふうに、俺は放送に載っちゃうと、嫌なのね。それを俺昔からずっと言ってたじゃん。それはもう嫌なの、マジで。これって別に裏で済むことじゃん。お前言わなかったら。それに怒ってるんだよって俺も LINE でも伝えたし、放送でも伝えたじゃん。で、その翌日にお前また放送で喋ったじゃん、そういうこと。それが本当に俺的にないの、本当に。ごめん。うん。え、でも、よく考えたらそんな、
メリットもないし、意図的じゃないんだなっていうのが今分かったから、まあ、それに関しては俺が本当にごめんなさい。で、だけど、もうなんかもうめんどくさいのね。だからもう高田と絡まないから、放送では絶対。二度と。高田の名前出さないから、もうそれで解決しようよ。うん。わかった。なんかもうこういうのが表に出てくると、自分の中ですごいデメリットなのね。毎回こういう感じになるじゃん。はい、うん、はいはい、あとさん K さんっていう弊社運営の感じはやべ電池切れる、ちょっと待ってね、やべ電池切れたやべもし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 、ごめんね充電切れちゃった。あ、いいえ、どうしました。いや高田にも通話してんだけどあいつ出ないの、わかんないっす。え、これ以上何を話すんですか。いや、途中で話し切れちゃったから最後になんかごめんなさいって言って終わろうかなと思って。ああ、そういうことそういうこと、うん、なんか一個忘れてる感じがありませんかね。何が。ちょっとイベントもそうなんですけどね、うん、の会社がやってるあの片さん健さんってチャンネルあるじゃないですか。うん、あれお二人の名前入ってで、まあ、それでやってこうっていうチャンネルがあったと思うんですけど。あれはケンさんだよ、もう。え？ケンさん。ケンさん？うん。それ、高田健士でいいじゃないですか。まあ、そうだけど、うん。いや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 。一人でやります。今後は。